AI いよこです。ニュースをお送りします。いよ鉄道といよ鉄バスは、利用者に快適な乗車環境を提供するために11月15日から28日までの期間で乗車マナーアップキャンペーンを実施しています。このキャンペーンは電車バスの乗車マナーの向上を目的に2010年より実施されています。本日松山市駅にて伊予鉄沿線の高校生と一緒にマナー啓発チラシを同封したクリアファイルを配布し、多くの利用者にマナー向上への協力を直接呼びかけました。伊予鉄の担当者は、公共交通は様々な方にご利用いただいております。ご利用時のマナーを意識していただくことで、より快適にご利用いただくことにつながればとコメントしています。 AI いよこがお伝えしました。